おはようございます、よくいらっしゃいました、日本シリーズが始まって、昨日は11時過ぎまでね、ただのくたびれ儲けみたいな、どっちも喜べないしどっちも悲しまないという、まあ、いいような悪いような試合でしたけども、大変ですね。あの人たちもね、本当にもうつくづく、大変な商売だなと思って見てるわけですけども、まあこんなに寒くなるまで野球が楽しめるっていうのは、まあそれだけでそれだけでなんかね、幸せな気持ちですね。まあ勝っても負けても、さて今年年頭から続けてまいりましたこのヨハネの黙示録のお話も、だいぶ終わりが見えてまいりました。今日は最後の章に一部かかるところですけれども、新しいエルサレムという、まあ、テーマというか、この新しいエルサレムというものがここに描かれていくわけですけれども、そのことについてお話をしたいと思います。まあ、先週までの おさらいをざっくりやっておくと、まあ、黙示録にはこの週末の出来事が記されているわけですけれども、まあ、大きく分けて3つのステージに分かれているんですね。最初はまあ大患難ステージというか、まあ、あの天変地異であるとか戦争であるとか、あるいはそれに伴う疫病、飢餓、あるいは経済の混乱などですね、まあ、そういうことを通してこの地球上にいる人類はもうこの世が終わると、まあ、聖書に書いてあるわけですから、聖書に書いてあるこの終末がやってきたということを等しく、みんな自覚する、そういう時がやってくるということですね。で、まあ、もちろん今も例えば気候の異常であるとか、まあ、戦争であるとか、まあ、飢餓にしても何でも、まあ、いろいろ起こってはいますけれども、それらはこの本当の終末大患難に向けての、まあ、一種の、予告編みたいなものですね。まあ、イエス様もおっしゃいましたけれども、その雲がね、まあ、雲の様子が変われば雨が降ることが分かるだろうと。だから今まさにこの上空を黒雲が覆い始めている、そしてそれが覆い尽くせば雨になるわけで、その雨こそが週末の大患難ステージなわけですね。でその大患難ステージは、神様にとっては、あるいは人類にとっては最後の悔い改めのチャンスですね。でも一方でサタンにとってはこれが最後の誘惑のチャンスなわけですね。もうこの時を逃してはならないということで、サタンは最後の手段に打って出るわけですけれども、それが二色の獣というふうに、まあ黙示録の中には描かれているんですが、まあ、一匹の獣が世界を支配する、まあ、おそらくそれは何らかのネットワークであるとか組織であるとか、あるいはまあ誰か個人であるかもしれませんけれども、この世界を支配する、そしてその支配者の獣を擁護するというか、これを人々に拝ませるために偽預言者のような働きをするもう一匹の獣、この2匹の獣によって世界中の人たちが惑わされるわけですね、最後の最後に。でこの獣を礼拝する者には刻印が押されると、額や手に刻印が押されて、それが666であると書いてあるんですけれども、この刻印を押された者は売り買いができる、まあ、つまり通常の生活ができる。でも押されなかったもの、これを拒んだものは、まあ、命を奪われる、あるいはまあおそらくそれから逃げてですね、どっかで、頑張って暮らすということになるかもしれませんが、このまあ刻印が押されるか押されないかということで、それはすなわち神様を信じるかどうかということがもう動かぬ証拠として全ての人類にそこで、まあ押されるというかね、動かぬ証拠が全ての人に、つくということですね。でも最後にその刻印を押された人たちに対しても神様はこの悔い改めの時を準備してらっしゃるんですね。まあ、これ7つの8の災いですけれども、まあ、でもこの最終的な患難のステージの中で、まあ人類は震われていくわけですね。当然この神様を信じるこの獣に反対する獣を会わない者は殺されていくわけですから、終末期のもう一つの大きな出来事は殉教なわけですね。
なので、黙示録のあちらこちらに殉教した人たちの姿が描かれていく。これがその14万4千人の人たちというふうに、出てくるわけですけれども、彼らの額には神の名、子羊の名が刻印されているって書いてあるんですね。一方で地上でこの獣による支配と混乱が続いて、一方で殉教者がどんどんこの神の、天国に行くと、神の国に上がっていくと、そういうことがあって、最後の最後に、神様はこれでいいと思われたところで、まずこの2匹の獣が裁かれて、2匹の獣が火と硫黄の池に投げ込まれる。でサタンも一緒に投げ込まれるんだけども、そうではなくて、サタンは閉じ込められるだけ でサタンが閉じ込められた状態で、イエス・キリストが地上に再臨されて、最初は十字架につくために人の姿を取ってこられましたけれども、2回目には王としておいでになるんですね。勝利者として、王としておいでになる。そしてこの観難期に殉教した人たちがそこで復活して、再臨のキリストと共に最後のこの世界を支配する、あるいはこの世界で生活をすると。これが千年期と言われるものですね。でこの千年期が終わったところで、もう一回サタンが解放されて、最後の最後にもう一回人類を、誘惑して神様に立ち向かうんですけども、一瞬でその火から火が下って滅ぼされて、でその時点でサタンも滅ぼされる、裁かれて人硫黄の池に投げ込まれると。でこの一瞬で今の世界が全部なくなっちゃう。ここでデリートですね、フォーマットされるわけで、再フォーマットですね、全部一瞬になくなっちゃう。そして、アダムから始まった全ての全人類が神様の前に立たされて、それぞれが神様の元にあるレコードに従って、記録に従って裁かれていくわけですね。でも命の書が開かれて、命の書に名前の記されている人は裁きを免れるわけですね。だからそこに載ってるかどうかがもう肝ですから、もちろんそれは信仰、イエス・キリストを信じる信仰によって確実にそこが名が記されていくということなわけで、私に対してはそのことによる希望があるわけですね。でさ、この裁きが終わって、全部もうデリートされてますけども、新しい、全部消されてますけども、新しい天と新しい地が生まれる、新世界がそこで生まれる、新世界のステージですね。観難のステージがあって、裁きのステージがあって、新世界のステージがあると。なんかこうゲームやってるみたいな感じですけども、こうやって喋るとね、そういうふうに書いてあるわけです。で今日はその新世界のステージの象徴的な場所である、新しいエルサレムっていうことについてお話をしたいと思うんですね。それはに21章のその新しい天と新しい地を見たというね、このそこの冒頭のところにも、さらには21章の2節にね、さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神のもとを離れ天から下ってくるのを見たと書いてあるんです。その新しいエルサレムについて21章の9節からまた詳しく書いてあるんですね。だからこの詳しく書いてあるということは、この新しいエルサレムっていうこの場所というか、事象というかものというか、それがおそらくこの新しい天と新しい地がどういうことを意味するのかということを、多分それを通して神様は教えてくださってるんじゃないかと思うんです。で少し長いですけども、21章の9節から22章の5節まで、今日ちょっと中途半端ですけども、お読みしたいと思います。さて最後の7つの災いの満ちた7つの鉢を持って持つ7人の天使がいたが、その中の一人が来て私に語りかけてこう言った。ここへ来なさい、子羊の妻である花嫁を見せてあげよう。子羊の妻である花嫁を見せてあげよう。でこの天使が霊に満たされた私を大きな高い山に連れて行き、聖なる都エルサレムが神のもとを離れて天から下ってくるのを見せた。都は神の栄光に輝いていた。
その輝きは最高の宝石のようであり、透き通った壁玉のようであった。都には高い大きな城壁と十二の門があり、それらの門には十二人の天使がいて、名が刻みつけられてあった。イスラエルの子らの十二部族の名であった。東に三つの門、北に三つの門、南に三つの門、西に三つの門があった。都の城壁には十二の土台があった。それには子羊の十二使徒の十二の名が刻みつけられてあった。私に語りかけた天使は、都とその門と城壁等を測るために金の物差しを持っていた。この都は四角い形で、長さと幅が同じであった。天使が物差しで都を測ると、1万2000スタディオンであった。長さも幅も高さも同じである。また城壁を測ると144ペキスであった。これは人間の物差しによって測ったもので、天使が用いたものもこれである。都の城壁は壁翼で築かれ、都は透き通ったガラスのような純金であった。都の城壁の土台石はあらゆる宝石で飾られていた。第一の土台は壁玉、第二はサファイア、第三はメノ、第四はエメラルド、第五は赤島メノ、第六は赤メノ、第七は観覧石、第八は緑柱石、第九は黄玉、第十は翡翠、第十一は青玉、第十二は紫水晶であった。また十二の門は十二の真珠であって、どの門もそれぞれ一個の真珠でできていた。都の大通りは透き通ったガラスのような純金であった。私は都の中に神殿を見なかった。全能者である神、主と子羊とが都の神殿だからである。この都にはそれを照らす太陽も月も必要でない。神の栄光が都を照らしており、子羊が都の明かりだからである。諸国の民は都の光の中を歩き、地上の王たちは自分たちの栄光を携えて都に来る。都の門は一日中決して閉ざされない。そこには夜がないからである。人々は諸国の民の栄光と誉れとを携えて都に来る。しかし汚れた者、忌まわしいことと偽りを行う者は誰一人決して都に入れない。子羊の書、命の書に、子羊の命の書に名が書いてある者だけが入れる。天使はまた神と子羊の玉座から流れ出て、水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。川は都の大通りの中央を流れ、その両岸には命の木があって、年に12回実を結び、毎月実を実らせる。そしてその木の葉は諸国の民の病を治す。もはや呪われるものは何一つない。神と子羊の玉座が都にあって、神のしもべたちは神を礼拝し、御顔を仰ぎ見る。彼らの額には神の名が記されている。もはや夜はなく、灯火の光も太陽の光もいらない。神である主がしもべたちを照らし、彼らは世々限りなく統治するからである。以上であります。新しいエルサレムってこう書いてあるんですけども、これはいわゆる新天新地の象徴的な場所であって、一方でですね、この冒頭に子羊の妻である花嫁とも書いてあるんですね。子羊の妻である花嫁っていうのは、子羊はイエス・キリストです。その花嫁っていうのは教会のことですから、だからこの新しいエルサレムイコール教会でもあるわけですね。でもこれはこの都の形をしているわけだから、それが教会だって言われてもなんとなくピンとこないんですけども、その神様がそこにお住まいになる場所っていう意味では、教会は今神がお住まいになっている場所ですから、それが新しい天と新しい地においては、この新しいエルサレムという形でこの神が臨在する場所が出現するということだろうとは思いますが、でぐだぐだと読みましたけれども、ここに表にするとね、なんかこんな感じなんですね。全体として、そもそもこの金なんですね。最高の輝きは最高の宝石のようであって、透き
通った壁玉のようであったと書いてありますけども、壁玉っていうのは、まあ、僕もよく知らないんですけど、まあ、とにかくこれヨハネが一生懸命に彼が知っている最高のいろんな素材を持ち出して、説明しようとしているわけですね。だけどもちろんそれはもう彼の説明の能力を超えてる美しさですから、まあ、一生懸命描いてこれぐらいっていう感じだと思いますけども、でただこの全体として1万2000スタディオンであったと書いてあるんですね。1万2000スタディオンというとね、大体2000キロなんですよ、うん、2000キロって言うと日本列島が大体2000キロですか、だから都としてはとても大きいんですね。だからとても大きな場所というような意味ですね。しかも1万2000というのはこれ12ですから、まあ、神の数字ですよね。この後も十二使徒、部族の名前とか十二使徒の名前とか書いてありますから、まあ、これは神のお作りになった構造物というような意味で、まあ、12っていう数字が使われている。しかもそれは約2000キロにも及ぶ、まあ、巨大なもので、しかも、縦横高さが一緒だったってですね。つまりどういうことですか、縦横高さが一緒ということは立方体ということですね、まあ、三角錐でも似たようなものになるかもしれませんが、まあ、縦横高さが、まあ、一緒である。これは、まあ、これは後でもお話しますけど、あくまでも象徴ですからね、具体的にこの通りのものがあるということではなくて、ただその縦も横も高さも同じであったという、まあ、要するに完全な形ということだと思います。でそこに大通りがあってね、でその大通りも純金だと。で、特にこの神の新しいエルサレムにとって重要なのは城壁ですよね。城壁で、この城壁が144ペキス、1ペキスはだいたい1尺ですから、144ペキスというと60メートルぐらいです。で60メーターの城壁って、これ、まあ、めちゃくちゃ高いですよね、これもね、まあ、非常に高い城壁という意味で、でしかも144は何ですか、 12×12 ですよね。だ14万4000もそうだけど、だから 12×12 ですよ。これもだから神の数字ということですね。だからこの城壁もまた全体としてもそのサイズは神様を表しているわけです。でそこに、門がね、12の門があると。12の門には12部族の名が書いてあるんですね。12部族の名が書いてある。で一つ一つの門、は全部真珠だと書いてある。だから一個のでかい真珠が門になってるっていう、ちょっとなんか滑稽な感じしますけどね、でまた同時にこの城壁には土台石があるというですね。城壁をこう据えている、その石がやっぱり十二あって、で今度この石の方には十二使徒の名前が書いてあるんですね。十二使徒の名前が書いてある。でしかもこの土台の石がですね、さまざまな宝石なわけです。壁玉、サファイア、メノー、エメラルド、なんとかかんとかって書いてあるんですね。まあ、私宝石に全く縁のない人生を歩んできましたので、これがどのようなものかさっぱり分かりませんけれどもまあさっきも言いましたが、これはまあヨハネが一生懸命、説明して、彼の持ってる知識でもってそのまあ城壁の石の美しさ、また同時にその純粋さとか、硬さとかね、そういうものをこう表現しているわけですね。でこの黙示録に書いてある、新しいエルサレムをですね、いろんな人がやっぱりこれを想像図を描いてるんですよ。でインターネットでですね、ニュージェルサレムって入れるといっぱい出てきます、絵が、ね、例えばこういうのはですね、変でしょがっかりしません、これ見てこんなとこかみたいなね、こんなのもあるんですよ。これ相当頑張ってピッカピカキラキラにしてますよね。
全体がで、まあ、一応その立方体で、全体がキンキラキンで、で門がね、あの四方に3つずつあって、しかも真珠になったです、一応あれ、うん、入れないですよあれね、真珠が邪魔して、こんなのもあります、これはだからその、まあ、高さっていうことで、その四角にはしなくてね、その立方体じゃなくて、その縦横高さがこれぐらいっていう感じで、これちょっとなかなか絵心がある人ですね、この人はね、でもね、あの全く意味がありませんこれは、はい、全く意味がないんです、あの、まあ、皆さんの頭の中で適当にあの想像してもらえばいいんですけど、あの、まあ、あの凌介君に描いてもらってもいいですけどね、これを見てね、どんなものか、でもそのこれはあくまでもそのヨハネにお見せになった象徴的なものですね。こういうものが実際にあるということではもちろんないわけなんですね、だけどもこの新しいエルサレムというその幻を見せることによって、神様は、ヨハネを通して私たちに何かを伝えようとしてらっしゃるわけです。でもちろんこの、色とか形とか素材とかも大切ですけれども、その新しいエルサレムの中で起こっていることね、それも重要ですよね。まずそこには神殿がないんですね。神殿がない、エルサレムっていうのは神殿があってのエルサレムですからね、まあ、今はあのエルサレム神殿もともとあったところにイスラムモスクが建ってますけれども、まあ、イスラエルの人たちはあそこに神殿を建てたいって願ってるわけですよ。神殿があるからエルサレムは神の都なわけです。神殿って何のためにあるんですか。生贄を捧げて神様を礼拝するわけですよね。で、まあ、ユダヤ人にとってはあそこで生贄を捧げないと礼拝したことにならないわけです。で今神殿がないから、その代わりに何をやってるかというと、神殿に向かっているあの嘆きの壁、西の壁っていうところに頭をゴツゴツぶつけてお祈りしてるわけです、何のためにお祈りしてるかというと、あの向こうにあったんです、神殿が。だから神様どうぞ神殿を立ててくださいと言って、みんなあそこからゴツ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 ぶつけて、まあぶつけてぶつけてないかもしれませんけど、まあ、お祈りしてるんですよ。神殿がないと礼拝できませんと言ってるんですね。でもその必要はないんですよ。そもそも、まあ、もうすでにイエス・キリストは十字架にかかって神様と私たちの関係を回復してくださいましたから、あの時に、神殿の幕がね、聖女と死聖女をこう遮っているあの幕が裂けたと書いてありますから、まあ、あれも象徴的な出来事で、まあ、神様を私たちはそういう意味ではどこでも礼拝できるわけですけれども、まあ、もちろん新しいエルサレムにおいてはもう神殿は全く不要なんですね。そこには全能者である神、主と子羊とが神の神殿だからだと、そこにいらっしゃるわけですよ、まあ、現物がいるわけだから、わざわざ礼拝する場所はいらないわけですね。あともちろん教会もいりません、もうそこに神様いらっしゃる。それから太陽も月もない、闇がないんですね。神の栄光が都を照らしており、子羊が神の子羊が都の明かりであると、神の栄光がかもういつもこの照らしている、まあ、もちろんこれにはそのさらにね深い意味があるんですけども、それも後でお話しますが、ただそこに入れる人は限られてますよと、まあ、これが黙示録の非常に大きなメッセージですよね。これまでも繰り返しお話してまいりましたけれども、人々は諸国の民の栄光と誉れとを携えて都に来る、しかし汚れた者、忌まわしいことと偽りを行う者は誰一人決して都に入れない、子羊の命の書に名が書かれている者だけが入れる。みんながみんな入れるわけじゃない、汚れたもの、忌まわしいことと偽りを行う者は入れない、命の書に名が記されている者だけが入れる。まあこうやってその罪に傾倒していく私たちに対して、まあ黙示録全体として警告を発しているわけですね。また新しいエルサレムには不思議なものがあります。それは命の水の川と命の木、天使はまた水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。
川は都の大通りの中央を流れ、その両岸には命の 木があって、年に12回実を結び、毎月実を実らせる。そしてその木の葉、木の葉は諸国の民の病を治すと。命の水の川があると、あのイエス様がヨハネの福音書でおっしゃいましたけれども、私を信じる者は命の水があふれると、私に来なさいと、私から飲みなさいとおっしゃった、イエス・キリスト自身が命の水なわけですけれども、それはある意味霊的な象徴的な意味ですが、この新しいエルサレムにはこの命の川がとうとうと流れていると、もちろんこれはそこに永遠の命があるんですよっていうことを象徴として語ってるわけですけどもね。またその両岸に、両岸には命の木の実が、命の木がある。命の木はかつては本当は最初はエデンの園にあったんですよね。命の木と善悪を知る知識の木があったのに、アダムとエバが食べちゃいけない方を食べちゃった。なので命の木はそこからなくなって、でこのしかし新しいエルサレムに植えられていると。でしかもこの木は年に12回実を結ぶと。通常実は、年に1回しか結ばないんですけども、もう年中実らせてる。つまりいつでも食べられると。それだけではない、この命の木の木の葉は諸国の民の病を治す。もちろん病なんかないんですけども、ただこの癒す力がある。で、そこに住む者たちには、神のしもべたちは神を礼拝し御顔を仰ぎ見る。彼らの額には神の名が記されている。額に神の名が記されている。これは14万4千人の人たちにもその同じことが書いてあったんですけども、当然これは最初にお話をした観難期、あの獣を拝む者たちは額と手に666の刻印が押されるっていうのがありましたけどね、それに反対するというか、それに対する、一つの象徴ですよね。神の名が額に記されている。でそのようにしてこの新しいエルサレムにいる者たちは皆等しく、神を礼拝し神を仰ぎるわけですね。神の栄光に常に照らされて、そこには夜はない、病もない、死もない、永遠のこの命が約束されたところで、皆神と共に生活をするというのがこの新しいエルサレムであります。でこの新しいエルサレムっていうのは、くどいようですけども、あくまでも例えですから、思ってたのと違ったとか、そういうんじゃないですからね、本当こういうのが出るわけじゃないんですけども、でも神様はやっぱこれを通して私たちに、大切な真理を受け取るように、思ってらっしゃるわけですね。でその真理とは何かというと、一つはこの世界とその新しい世界の関係性のことで、そこに連続性があるということです。一つは何よりもその新しい世界に住む人は全く新しい人類、新しい神の創造した人たちではない。今のこの世界において、いた人で、しかも命の書に名の記されているものがそこに住むということですよね。そこにだから連続性があるわけです。また、この門に12部族の名前が記されているとか、あるいは土台に12使徒の名が記されているということからすると、これもやはり連続性があるわけですね。この今の世界で神様が用いられたイスラエルであり、また教会であり、その神に用いられた人たちの功績というか、それがこの新しい世界の土台になっているということなんですよ。全く今の時代、ユダヤ人たちもあるいは教会もいろんな戦いをしてきて、そして、この最終的な世界の終わりを迎え、新しい世界に行くわけですけれども、この現世界で、神のしもべとして用いられた人たちのその延長線上に新しい世界があるということですね。だからその名前が記されているということなんだと思います。で一方で非連続があるんですね。今の世界ではない新しい世界にあるもの、それはまず完全であるということですね。これは一言、全部この完全性という言葉で実は
くくれるんですけども、最初に言いましたようにこの形ね、正立方体であるという完全な形をしている。そしてそれが1万2000スタディオンであると、あるいは城壁は144ペキスであると、この形がいやその数値がこれは神がお作りになった完全なものであるということを表している。あるいはその素材ですね、まあ、ヨハネなりに一生懸命真珠だとか宝石だとか金だとか言ってますけども、要するにこれはまあ完全なものということなんですね。破壊されないもの、朽ちていかないものっていうようなことでしょうか。しかもそこには夜がないんですね、闇がない。夜っていうのはまあその日が沈んで夜になるという意味と同時に、まあ、ある意味こう霊的な闇を表してるんですね。サタンに支配されるこの闇がない、闇の世界がない、新しいエルサレム、新しい世界においては完全な世界だ。それから永遠の命があるということですね。これもだから今の命は不完全ですよね。始めがあって終わりがある。でも永遠のこの新しいエルサレムにおいては永遠の命がある。で、まあ、よく申し上げていることですけど、永遠の命っていうのは今始まった命がいつまでも続くということじゃないんですね。そうじゃないんです。全く次元の違う命なんですね。始まりも終わりもないんです。時間というものに支配されない、この完全なる命がそこにはある。まあ、命の水の川とか命の木とかね、そういう言葉によって表現されてますけども、要するにそこには死がないわけですから、その完全なる永遠の命がある。そして一番大切なことは神と人との完全なる合一ですよね。一体というかね、神殿がないこと、ね、御顔を仰ぎ見る、直接御顔を仰ぎ見ること、また神の名が一人一人に記されていること、まあ、この神と人とが一つであるというのは先週ねお話をしました、まあ、新天新地の中で一番強調されていることでした。今私たちもちろん聖霊は私たちのうちに住んでいらっしゃる、イエス・キリストは私たちと世の終わりまで共にいると約束していらっしゃる。しかし、その神様と私たちの関係性は完全なものではないんですね。私たちが不信仰に陥ることによってその関係は壊れてしまう。でも新しい世界、新天新地、新しいエルサレムにおいては決して壊されることがない、完全なる神と人との一体というか合一があるということですね。つまりこの今の世界はみんな不完全なんですね。なぜ不完全なのかというと、人間が罪を犯したからです。神様から離れたことによって私たちは不完全な世界を作ってしまった。壊れていく世界、破壊されていく世界、人間の体も壊れていく、それは病であったり、ね、あるいは関係も壊れていく、不完全な関係性ですよね。愛はありますけれども、でも完全に人と人が愛によって一致するということはない。平和も完全なものはない。全て不完全なんです。命もこの地上の命は終わる。でも皆さん、ちょっと哲学的に考えてほしいんですけども、不完全であるということはですね、完全があるということを逆に意味してるんですよ。完全なものがないと不完全という考え方は生まれてこないんです。完全なものがあるから私たちはこの不完全であるという現実の中にいるんです。この新しいエルサレムっていうのは私たちに対して完全な世界、私たちにとってもそれは完全なものがあるということを教えているわけなんですね。逆に私たちは今この不完全な世界の中にいるからこそ、例えば戦いがある、ね、病がある、悩みがある、痛みがある、不完全な世界にいることの証拠なんですよ。でもその時に、ああ私は今不完全な世界にいるんだ、罪によって私たちが自ら招いてしまったこの不完全な世界にいるんだと、逆に神様は完全な世界を用意してくださっていると約束されていると、
その完全な世界に私たちは希望を持つことができるわけです。不完全なまま、この不完全な世界はさっき最初にお話をした観難期であり生産のステージを通して終わるんですね。必ず神様はこれを生産される。でもその先には完全な世界が、ステージが待っている。不完全な世界にいる、不完全な世界で生きて苦しんでいる。でその度ごとに私たちはこの完全なる新しいエルサレムの、どのように想像してもいいですけども、神様はその中で完全な世界を約束しておられるということを覚えて、この不完全な世界を生きていくわけですね。もはや夜はなく、灯火の光も太陽の光もいらない。神である主がしもべたちを照らし、彼らはいよいよ限りなく統治するからである。夜もない、闇がないんですね。痛みも悲しみも死もないと、そういう不完全な部分は完全になくなって、神ご自身の光が照らしている。私たちのところには今神の光は完全に届いてないんですね。なんかおぼろげにふわっと来てるかもしれませんけれども、新しいエルサレムにおいてはもう神の栄光が完全に照らし、影のない闇のない世界がそこにあると。だから私たちはこの新しいエルサレムを目指しなさいというのが黙示録のこの終末期の予言のやっぱり一つの大きな神様からのメッセージだと思うんです、観難期はありますよと、あなたたちは今不完全な世界に住んでるんだから、この不完全な世界をあなたたちが自分から招いたんだから、その中ででも唯一この不完全な世界を抜けて完全な世界に行ける方法があると、それは信仰なんだ。だから忍耐して勝利しなさいと、先週お話しましたけどね、信仰の戦いに勝利しなさい。そうするならばこの完全な世界が用意されていますよということをですね、私たちは覚えて、この信仰の戦いを勝ち抜いていくわけですね。皆さん一人一人にとっての新しいエルサレムね、今自分がこうあってほしいな、これは本当に苦しいな、このことは神様どうなんでしょうか、それに対する答えですよね。大丈夫だと、私は完全なものを用意してる、あなたが今苦しんでる悩んでるものは終わるんだと、しかもそれは分かってるし、でも今この不完全な世にあなたたちのいる間はそれを乗り越えなきゃいけないよとおっしゃってるんだと思いますね。新しいエルサレムそれぞれに夢見て描いてですね、それに向かって私たちはこの地上の信仰の歩みを共に、手を携えて歩んでいきたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、あなたはこの罪深い地の地に等しい私たちに新しいエルサレムを見せてくださいました。それはとても言葉に書き表せないような素晴らしいものでありますが、しかしそのことを通して私たちはあなたが何を準備しておられるかということを知ります。そして今私たちがこの不完全な世界にいるがゆえに苦しんでいることをあなたはご存知であることを知ります。神様、どうぞあなたが備えておられるその新しい天、新しい地を、そして新しいエルサレムを覚えて、それぞれに与えられている信仰の戦いに勝利させてください。またあなたとの何者にも壊されることのない交わりの時を覚えて、今それぞれの信仰の歩みを励ましてくださるように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。